はい、中井理香です。今回はですね、17kgさんと前にワンピースの生放送をやらせていただいたんですけど、今回もワンピースを4着あるので、そちらをちょっと紹介させていただけたらなと思って、結構シンプルな目なワンピースを今回4着選んでるので、アウターに響かないものっていうか、その上に何かを組み合わせて着るっていうことを考えて買ったっていうかものなので、それをちょっと見ていただけたらなと思います。まあ春先まで今後ワンピース探してるよっていう人はね、ぜひ参考にしてみてください。こんな感じだったっけ、私のチャンネル。あ、これは全然違うんですけど、これはスナイデルです。はい、行きたいと思います。はい、まず1着目なんですけれども、これはクリスマスデートとかにめっちゃいいかなと思って買ったやつですね。で、去年一昨年ぐらいから流行り始めたこのな謎の中がゴアで外がスウェードのライダースみたいなやつ、めちゃこれこの形のアウターがめっちゃ流行ってて、私去年1着買って今年はこれフレールで買ったんですけど、私だったら茶色か白のロングブーツを合わせるんですけど、私の今日履いてきてるショートブーツとかでも可愛いなと思います。で、脱いだら結構なんかボタンとかたくさんついてて、ここがキュッて閉まってるデザインでめっちゃ可愛いんですけど、ボタンがね結構キラキラしてて可愛いんですよ。だからアウター脱いでもすごいなんかこの手首の華奢な感じとかがちゃんと出て着太りしないし、白でも全然可愛いかなと思いました。なんかコスプレするまでもないけど、サンタさんの帽子だけかぶりたいみたいなとあるじゃないですか。それ合うなって思ったんですよ。めっちゃなんか白サンタみたいな感じになって可愛いかなと思ったので、これはちょっと選びました。これは結構ふわふわなのであったかいです。中にヒートテックも着れるし可愛い。結構短めのアウターだったら何でも合うと思うんですけど、私はこれを合わせました。クリスマスにじゃあ着るのがはい、クリスマスに着てください断固別にクリスマスじゃなくてもいいけど、クリスマスとかで着たら可愛いかなって思いました。中井さん、クリスマスどこか行きたいですか？多分仕事ですねクリスマスはクリスマス公演をやっているので。クリスマスにカップル歩いてるじゃないですか、そういうの見たら大丈夫ですか？大丈夫じゃないですよ心穏やかだったクリスマスないです、今まで。アイドルになるとあんまりそういうイベントごととかって結構ほんと仕事だったりするので、もうクリスマスをクリスマスとも思ってないっていうかでも別にいいやって思っちゃってる感じはあって、友達もいないし一人で過ごすので大体。続いて2着目なんですけれども、2着目はこれがレッスン着でも着れるやつですね。なんかこのまま踊れそうっていう、ここで切り返しみたいなゴムになってて、一過水の私でも大丈夫なデザインで、私はアウターにこの黒いちょっと結構ビッグシルエットな、私これ L 買ったんですよ、わざわざ。なんでかっていうと、ニットとか着るとね、たるみたゆみみたいなのがギッチギチになって、ここがすごいなんかモコモコしてるみたいなのがすごい嫌だったので、今年はこういうゆったりめの黒めのやつ欲しいなと思ってたのでこれを買いました。なんか新幹線移動とかもマジで楽そうで、これまあまあヘビロテですね多分ここがね、ちょうどこのシルエットと一緒でゆとりがあるので動きやすいなっていう。レッスン着そういうのあるんですか？ワンピースみたいなやつでやる人とか。私は基本かなり舐めてるので他の子ではあんまりいないかもしれないけど、私はこういうので全然レッスンしたり踊ったりしますね。ズボン入ってると逆に衣装のイメージがつかなくて、衣装着るとスカートの方が多いし、断然ヒールで踊ったりとかもするから、動きやすい服装で踊ってるとギャップがすごくて、私は割と普通の服でも全然踊ります。
ただ後輩がこれ着てたらブチ切れますね。え、レッスン着って知ってるってなるんですけど、私は全然着ますね。はい。一般だと、まあ、普通のそうレッスンとかやってない人とかだと、はい、なんかどんな時に着てほしいな。でも休日とかなんか普通にゆったり過ごしたいなっていう日に、でもちょっと外出るみたいな時ってあるじゃないですか。お買い物だけ行くとか、だらけてない感じあるじゃないですか、ちゃんと。なんかこういうスウェットの生地でもなんかカシッとこういうボタンとかでね、パジャマっぽく見えないようにしてるっていうか、しかもポッケもついてて、これ1枚で携帯も入れるし財布も入れるし、めっちゃ動ける、しかもめっちゃ動けるのでいいかなと思います。どうですか、ありました？ありました。何したんですか？体調が悪くて死んでました。うなだれてたら偉い人から電話が来て、大丈夫かと。嬉しかったんですけど、私がピンチの時電話してくるの会社の人だけだなみたいな思って、なんか友達でなってなりましたけどね。ガチで友達なんです。もう友達いないって言ってる人大体 2,3 人もちゃんといるじゃないですか。マジでいないんですよ私。助けてください。本当に。はい、3つ目ですね。3つ目は茶色のワンピースです。でこれは本当は別売りなんですけど、これ別で本当これだけなの。ここがねすごい空いてるから、中にシースルーのこういうやつとか着てもいいかもしれない。わざわざここ開けてもいいですけど、なんかネックレスとかね、あと髪の毛下ろしたいよっていう人がここが空いたもの、これ1枚で着ても結構可愛いし、これに合わせるんだったらニットカーデ、最近すごい着てる。ニットカーデだけでもすごい可愛いし、さっきみたいにビスチェを合わせても可愛いなと思います。シンプルなので本当に何でも着回しが効くかなと思っていて、普通に GU とかでも売ってるので、こういうのも合わせても可愛いかなと思います。あとは寒いよっていう時は同系色のやつを着たら、さっき私はヨーダみたいになってちょっとやめたんですけど、これね私の通常ヨーダコートマスターヨーダになっちゃうので、どっちでもいいんですけど、私は黒のロングコートがあったら一番最適解かなと思いました。今日ちょっと持ってきてなくて、もうちょっと暗い色とかだといいかなって思ったのと、であとはアウターが重たいとか、私はよくディズニーとか行くときはちょっとアウターを脱ぎ着するのがめんどくさいなみたいな、アウター別に見せたくないなみたいな、中の服だけ見せたいっていうときに、なんか一枚ねこういうでっかいダメージニットとかをなんか羽織るといいなって思うんですけど、ちょっと待ってくださいね。こういうのを羽織って一枚出かけたらただのスカートみたいに見えて可愛いかなと思います。ダメージニットである理由はまあ流行ってるっていうのもそうなんですけど、なんかこういうほつれたところとか穴開いてるところからまあ見えるじゃないですか、ワンピースだなみたいな分かってもらえるかなと。私はもうちょっとニットでもここざっくり開いてたら下に見えて可愛いかなと思いました。こういう冬の格好をみんなするじゃないですか。はい。男子というか、はい、男性、はいはいはい、男性男性、はい、男性、はい、男性はどんな格好をしたらいいとかってありますか？私はちょっと寄せてほしいんですよ。似てる色を少し取り入れるとか、インスタ例えばじゃあ載せるってなった時に暗すぎると嫌だなって思う。こうこっちはさ画像を撮ってなんかサイドを明るくしたり、あの明度を上げたりで顔をね可愛くしたりするわけじゃないですか。そういう時になんでこいつこれ着てんのってなるわけだから、だからなんか上の服だけでもちょっと明るい色を取り入れてくださると大変ありがたいというか、写真映えするなっていう気持ち。例えば今の時期だったら紅葉とか行ってもすごい茶色のさ赤黄色のさすごい鮮やかな写真の中にさ、お前なんで黒着てんねんってなるじゃないですか。なんですか、え、なんでしょなるんですよ。だからなんかあんまりその黒々しくしないでほしい、出かける時はね。で、私は思います。だから私とかがこういう茶色の服とか着てたらちょっとベージュっぽいものを合わせるとか、なんかシミラールックっぽく
してくれるととてもありがたい、なんか統一感が出て可愛い写真に仕上がるんじゃないかなって私は思っていて、やっぱりね思い出に残るんですから、それはねそういう風にやっていただけたら一番ありがたいなっていう気持ちがあるんですけど、でもやっぱりそういうのを言うと重たい女とかめんどくさい女って言われるのかな、あんまり言わないようにはしてます。そういう気持ち、行く場所にもよるんですけどね。クリスマスとか夜だとイルミネーションばっかりじゃないですか。そこで黒着てたらマジで見えないんですよ写真だから赤い服を着てきてほしい。本当にこれは世の男性に言いたい。でもみんな黒を好むんですよね。はい、それはあの私の、 あの友達にもすごい黒を好む女の子ですよ、女の子がいたりするからなんですけど、イケイケのギャルとかって黒ばっかり着るじゃないですか。そういう嫌だから、だからなんか一緒に出かけたくもなくなるし友達も減っていくみたいな、そういうことなんだなって気持ちですね。友達いなくなるエピソードに繋げないでもらって写真映えのために。大丈夫です。じゃあ後ろのやつだけ。うるさいな、後ろ後ろって別にいいじゃん。細かい。はい、4つ目ですね。あのこちらはですねシンプルなちょっと白いシャツワンピみたいなんですけど、ここが前開きで全部開くんですよ下まで。だからちょっとカーディガンっぽくあの羽織るのに春先だといいかなって思ってて、例えば普通に黒のパンツになんか上なんか着てそれで羽織るみたいなのでも可愛いなと思うんですけど、今回はねワンピースとしてちょっとこうやってるんですけど、で私は上にさっきのベスチェみたいなのも合わせてみても合うなって思ったし、あとねここがねちょっとねあの切り返しがなんか上の方にありすぎて、あのここのリボンで留めないとあれなので、なんかやっぱ上になんか着ても可愛いかなって思ったのと、それかもうカーディガンで着るときはこのリボンを後ろで結んだら可愛いんじゃないかなと思いました。私はこのニットカーディが色もぴったりアイボリーで合うなと思ったので、こういうの合わせても可愛いし、逆にこれ中のベスチェの色と合わせて、さっきヨーダって言ったからもうヨーダなんだけどヨーダのこれを着ても可愛いなと思います。はい、寒くはないですか？寒くはないですね。え、病院の人？寒くないですよ。これ中に多分ヒートテックとか着れば全然いけるし、あとは靴ですね。靴は白ブーティーとかアッグとかのさモコモコのさフラットシューズとかでも可愛いなと思いました。そうそう、年越しというか年末年始ですけど、今年のちょっと予定を聞きたいです。今年の予定、今年の予定は12月5日にマダミステリーやって、うん、でその間に何回か多分劇場公演があって、24、25どっちかに多分クリスマス公演があって、26日にリフっていう六本木アイドルフェスティバルっていうリフの六本木版みたいなやつがあるんですけど、そのリフにクラウディクラウディで出演します。1日遅れのクリスマスイベントみたいな、そういう感じだった気がする。あとは多分一人で寂しく、クリスマスを過ごして、一人で寂しく、年越しをして、一人で寂しくっていう感じですね。今回はシンプルなものを選んだんですよ。なぜかっていうと重ね着をするので、冬はやっぱりそれに対応できるようなシンプルなものを選んだんですけど、私が一番好きだったのはあの茶色のワンピースかなと思います。生地感もすごいストレッチが効くので動きやすいなと思いました。あとはまあどのワンピースもそうなんですけど、あの外に着るものに響かないので、どんなアウターでも多分合うかなと思います。丈感とかはあるけど、なんでなんか結構本当にいろんなシチュエーションで着れるなと思って、私はこの4着で大正解だったなと思います。はい、はい、じゃあ締める、はい、昨日決まりのやつ、あ、はい、見てください。これ言わないのと言う時と何の差があるの？
見てくださってありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをぜひよろしくお願いします。またね。何の差なの、マジで。毎回言ってますよ、でも。でもたまにぶつ切って終わってる時あるよね。あります。シンプル忘れシンプル忘れ。シンプル忘れ。